夢へ近づこうと一歩踏み出した。自信はない。でも怯えていては何もできない。だからダメを承知で一歩を踏み出した。遠い遠い道のり、いつまでも歩むのをためらっていては夢までの距離は変わらない。すべては自分次第。たとえ一歩目がうまくいかなくても、私はまた次の一歩を踏み出す。この番組はコンピューターエンターテインメントのコナミの提供でお送りします。駆け抜けた3年間の中の大事にしたい2週間のドラマ、青春アドベンチャーゲームの第2弾、片桐彩子にスポットを当てたときめきメモリアルドラマシリーズボリューム2、彩りのラブソング、プレイステーションセガサターンともに発売中。コナミ。純愛と恋愛の違いって分かりますか？今のあなたで女の子を幸せにできますか？好きな人のために大切なものが捨てられますか？二人の女の子を同時に好きになりますか？ソフト純愛ドラマゲーム見つめてナイト好評発売中。私だけを見つめて。コナミ。毎週あなたとおしゃべりできることは私にとって素敵な宝石です。こんばんは、ソフィアです。この番組はあなたがいるところとは違った世界、私が住んでいるドルファ王国から私の心の電波に乗せてあなたの元までお送りしています。私前からずっとお話ししてきたんですけども、歌を歌うことがすごく好きで、舞台に立ってたくさんの人に私の歌を聴いてもらいたいっていう夢がずっとあったんですよ。だからついこの間、劇団アガサという劇団の一般公募のオーディションに勇気を出して応募して受けてきました。劇団アガサの第17回公演のサブキャストを決めるものだったんですけども、シアターでオーディションがあってすごく恥ずかしかったけど頑張って受けてきました。まだ結果は出てないんですけど、なんか一人でなんていうかどうだったんだろうって考えてるのがすごく辛くなってきちゃったんで、ちょっと話して楽になれるかなと思ってみんなに聞いてもらいたくって、一応そのオーディションだけ受けたよっていうのだけ聞いてほしいなって思って、結果はどうなったかは本当に分からなくて全然自信もないんですけど、でもとにかくやってみなくちゃ何も始まらないから、とにかく勇気を出して頑張ってきました。もし来週その結果が出ていたらまたお話ししたいと思ってます。今日もたくさんのお便りいただいてます。どうもありがとうございます。
北東京都の大野市のゆうきさんのお便りです。こんばんは、ソフィアさん。こんばんは。ソフィアさんと話したくてこれを書きました。相談に乗ってください。私は今介護福祉士になる夢があって、老人ホームに週1回通っているんですけど、そこの寮夫さんを好きになってしまったんです。それで今年のバレンタインデーに、その人の靴の箱の中に、靴箱の中にチョコを入れてきたんです。名刺を添えて。でもその後会えなくて、4月のある日曜日に行ったら会えたんです。私その人の近くに行ったんですけど、その時に笑顔で、この間はって言ってくれたんです。最後まで聞いていればよかったのに、その時恥ずかしかったのか、私は笑顔ではいって言って、そのままその人の横を通り過ぎてしまったんです。そしてそれっきり言ってもその人はいないんです。会いたいのに。私はもう一回告白した方がいいんでしょうか。悩んでます。そうですね、きっとたまたまその寮夫さんのいる時に会わなかっただけであって、きっとまだいるとは思うので聞いてみたらどうかなって思います。だからもう一度告白とかじゃなくて、もう少しいろんなお話をしたいというふうに言ってみたらどうかな。だからきっとその人も悪くは思ってないと思うから、だからその寮の人に、寮夫さんに伝えてくださいとか、お手紙を渡してもらうとかできると思うから、焦らないで、週1回老人ホームに通っている、その週1回に必ずその寮夫さんがいるとは限らないから、その気長にっていうと変ですけど、焦らないで、ゆっくり行ったらいいんじゃないかなって思います。だから私はお手紙書いてみたらどうかなって思ったんですけど、だからなんだろう、あんまりその一方的に考えすぎないで、もうちょっと楽に、考えたらいいんじゃないかな。だからまた会えるかもしれないし、もしまた行って会えなくって、なかなか会えないって時は、寮の人とかに、寮さん辞めちゃったんですかって聞いてみたり、そのいるんだったら伝言お願いしたり、お手紙渡してもらったりっていうのもいいんじゃないかなって思いました。頑張ってください。続いてはかなこさんのお便りです。ソフィアさん、こんにちは。はじめまして。私は友達に話せないと思うからソフィアさんに相談します。私は付き合ってと男の人から言われました。私には忘れられない人がいます。振られたけど好きなんです。私はよく告白とかされます。私はそんなにいい女の子じゃないのに。私はショッピングとかあまりしません。苦手です。友達ともめったに会わないし、寂しいとも思わない。私は恋愛したいと思うけど、漫画みたいにうまくいかない。ソフィアさんは好きな人と電話をしたことがありますか？私は男の人と話すのが苦手です。私は自分から告白する方です。私が好きだけど
彼は私を何とも思っていない。彼には彼女がいます。彼よりも別の恋愛をした方がいいですか？ソフィアさんの意見を聞きたいです。ソフィアさん、これからも頑張って。ありがとうございます。なんだろう、自分の気持ちにやっぱり正直になって、その時一番好きな人のことを素直に好きだって思うのが一番いいんじゃないかなって思います。私も告白してダメだったけど、やっぱりまだあの人のことが気になったりするし、そういうのって自分ではどうしようもないことだから、だからなんだろう、無理にそのこの人ダメだったから次の人になんてきっと考えられないと思うから、だからかなこさんもきっとその彼のことダメだったけど彼が好きなんだと思うんですよ。それを無理やり別の恋愛をしなきゃっていう気持ちにすることはないんじゃないかな。やっぱりあやふやな気持ちでその告白された人と付き合っても、その告白してくれた男の人に悪いし、本当に好きだったらいいけども、曖昧な気持ちはやっぱり相手の人に悪いから、ちゃんと自分の気持ちに整理つけてからの方がいいんじゃないかなと思います。なかなか忘れられたり諦められたりってできるものじゃないけど、きっと出会いってまだまだたくさんあるはずだから、その中で本当に好きな人ってまたできたり、やっぱりその前の人が忘れられなかったり、いろいろだと思うから、自分の気持ちに正直になって焦らないで行ったらいいんじゃないかなって思いました。全然なんか参考になってないかもしれないですけど、やっぱり正直な気持ちが一番大事だと思います。ありがとうございます。続いて、ハートウィングさんのお便りです。ソフィアさん、はじめまして。はじめまして。今私には友達がいませんと言っても、誰とも話をしないわけじゃないんです。ただ心から信じられる人がいないんです。何度も何度も信じて、たくさんたくさん裏切られました。なんだか人を信じることがすごく怖いんです。来年私は高校に入ります。でもずっとこんな状態が続くのかと思うと、とても不安なんです。これから私はどうすればいいんでしょうか？すごく気持ちはよくわかるし、私も人を信じられないことってたくさんあるからわかるけど、なんだろう、やっぱり裏切られることって些細なことでもあったりすると思うんですよ。その人に悪気がなくても、だから本当にひどい裏切りというか、ひどい傷つくようなことを言われたりされたりした時は別ですけど、なんだろう、もうちょっと周りの人の、いろんな人のいろんな価値観みたいなものを
考えてみて、やっぱり人間それぞれ考え方が違うから、同じ価値観を持った人もいれば違う人もいるし、そういう意味で裏切るつもりはないんだけど、たまたま自分と価値観が合わないから、相手にとっては当然のことでも、私から見たら裏切り行為だったみたいなことはたくさんあると思うから、もうちょっと周りの人のいろんな考え方を見てみて、確かに納得できないこととか頭に来ることもたくさんあるけども、もう少しゆっくり考えてみたらどうかなって。でもきっとその心から信じられる人とか価値観がとても近い人っていうのは絶対いるはずだから、いつか見つかる、絶対見つかると思うから、諦めないで。やっぱり裏切られたり悲しい思いするのって本当辛いけど、だけどやっぱりさっきも言ったように、出会いってたくさんこれからあるし、どんな人と会うかわからないし、もしかしたら明日本当に一生涯の友達が見つかるかもしれないし、だから諦めないで、もう少しいろんな考え方、人の考え方を勉強じゃないですけど見てみたらいいんじゃないかなって。理屈ではなくてもなかなか気持ち的に受け入れられない部分っていっぱいあるけど、そういう部分はなるべく丸く、その飲み込めない部分は飲み込めない部分でいいんですけど、この人のこういう考え方っていうのも一応はあるんだなみたいなものを持ちながら、その自分の信念みたいなものも持ってていいんじゃないかな。そうすればきっと心から信じられる人が見つかると思うから、絶対に見つかるはずだから、頑張って。ではどうでしょうか。あなたもぜひ私におはがきをください。あなたが普段感じていること、あなたの周りで起こった楽しい出来事、私に知らせたいこと、相談事を寄せてくださっても結構です。頑張って答えてみたいと思っています。おはがきの宛先は後でお知らせしますね。Jリーグ実況、炎のストライカー、全て本物の J リーガーに加え、オリジナルのクラブや選手も作れる本格的サッカーゲーム、セガサターンに登場。 J リーグ実況、炎のストライカー、好評発売中。コナミ。鳥かごのひな鳥は自由を得た。青く澄んだ大空へ自ら羽ばたくことができた。それは束の間の自由。でもこれまでの空虚な時間に比べれば、たとえ刹那であっても限りない充足を感じ得た。ひな鳥は空を飛ぶことで未知の体験を数多く得ることができた。私は今日という日を忘れない。今日はお城の方が騒がしかった気がする。町にも来ないの人たちがたくさんいた。一体何があったんだろう。私のせいでこの家並びに関係各位にご迷惑をかけたことを心からお詫びします。出て思ってるわけないじゃない。
まあ今日はすっごく充実充電、もう限りなく最高の日だったわ。あんなに庶民のアイスクリームが美味しかったなんて。もうデザート担当シェフは解雇ね。思っていた以上に城の外って最高だわ。思い切って抜け出してよかった。まあさすがにあの高さからはしごを降りるのには勇気が必要だったけど、冒険に試練の付き物よね。そうそう、あの牧場も良かったわ。馬に乗った疾走感も良かったけど、あの家畜の匂いすごく野生味が出ていて最高だったわ。それと忘れてはならないことが一つ、ついに私のギャグが受けたこと。サンサンパラメイド役の絵に白い目で見られてきたけれど、今日はバカウケ。あの東洋人の人、腹を抱えて笑ってたもの。一瞬相手に緊迫感を与えておいて、その後すぐさま日常の摂理を追いかぶせ安堵させる。あまりに高度なギャグだと我ながら感心したわ。あ、そういえば今日出会ったあの東洋人の人にプリムなんてくだらない偽名を教えちゃったのよね。さすがに名乗れないもの上とはいえ、ちょっと失敗したわね。へえ、うん、ちゃんとまた会えるかな。ただ勇気を出すだけで夢の続き現実になる。道しるべはあなただけ。背伸びをして追いかけていくわ。幼い日の憧れ、自由に空を飛ぶの。さあ、チャレンジが大事。自分を信じて、あなたができることを私もやり遂げたい。夢は叶うわ、きっと。褒めてくれるかな、優しい声で。少しハートがうずくの。そう、見つめるだけじゃダメ。今逃したら後がないわ。思いをカバンに詰めて背伸びをして追いかけていくわ。
ウトローへゴールになるスライダー。これで内野ゴロゲッツや。そうはいない。思って投げてくる3球目のスライダーを思いっきり踏み込んでライト先輩のスベスにしてやるわ。と思っている。ここはそのまた裏を書いて勝負は2塁のストレート。いや、そのまた裏で大きいチェンジアップ、カーブなくシュート。ちょっと早く投げなさいよ。プロ野球と全く同じ緻密な駆け引きも味わえる野球ゲームの最高峰、実況パワフルプロ野球5。サクセスモード高校編では甲子園出場などプロのスカウトの目に留まることを目指します。任天堂64ソフト実況パワフルプロ野球5好評発売中。スーパーファミコン用実況パワフルプロ野球ベーシック版98、ゲームボーイ用パワプロ GB もよろしくね。コナミ。さて、今夜ももうお別れの時間が来てしまいました。最後にもう一枚だけおはがきご紹介します。鹿児島県のコアラのナイトさんのお便りです。ソフィアさん、はじめまして。はじめまして。先日彼女の誕生日の日にプレゼントを添えてソフィアさんの歌をプレゼントしました。ラジオから流れるソフィアさんの澄んだ歌声をプレゼントを渡すとき聞かせました。僕もたくさんのリスナーの方々と同じくソフィアさんの歌が大好きで、彼女も喜んでくれました。本当に素敵な歌をありがとう。これからもみんなに優しさを送ってください。どうもありがとうございます。なんかそんな大事な日に私の歌を流してくれるなんて嬉しいですけど、すごく恥ずかしくって、でも本当に嬉しいです。ありがとうございました。それではおしまいに番組への宛先です。どんなことでも結構です。私におはがきをください。あなたからのおはがきが私の心を支えてくれています。郵便番号 160-8002 文化放送ソフィアの純愛。郵便番号 160-8002 文化放送ソフィアの純愛まで。では来週の同じ時間にここであなたを待っています。お相手はソフィアでした。それではさようなら。コナミの提供でお送りしました。